ナインです。今日は韓国在住で最新韓国コスメをいち早く試せる私が、今アメリカでも話題になっている韓国スキンケアアイテムをご紹介したいと思います。クラウンしちゃっけばいけよ。クチューニナイン。まず美の基本は洗顔ということで、新しい洗顔料からご紹介しますね。それがこちら、ブライドパッティングスプラッシュマスクリジュブネイティングパープルベリーです。韓国の女優さんってすごい肌綺麗じゃないですか。で、そんなね、女優さんの美容法を聞くと、みんな独自の洗顔法を紹介するのね。つまりそれだけ美肌にとって洗顔は重要な部分ってこと。例えばキムテヒさんは手を使わずに水だけで弾いて洗顔するらしいのね。そういう韓国の女優さんの洗顔法に着目して作った洗顔料がこちらなの。これが見た目の通り変わってて、使い方がクレンジング後、洗面台の4分の1に水 400ml を満たして1キャップを入れて薄めてください。そしたら15秒間手を使わずにバシャバシャと、キムテヒさんのようにパッド洗顔後タオルで軽く拭くだけ。面白いでしょ。この手を使わずに洗顔をするっていうところがポイントなの。なんとニューヨークタイムズではスプラッシュマスクをパックの新革命アイテムとして紹介されていたり、イギリスのランコムのチーフメイクアップアーティストがこのパックを大絶賛してたり、海外でもかなり注目されているアイテムなの。600年の伝統美容の秘訣の一つである米とぎ汁洗顔に着目して作ったもので、手でこすらずにたった15秒間バシャバシャする洗顔だけで刺激なく角質ケアができるの。こちらには複合果実エキス 20% 配合で、こちらが5種類の天然由来のアーというピーリング成分。これで古い角質が取れるから、すごいお肌が滑らかになってツルッツルになるの。あとはラクティックアシッドが 15% 配合で、これもアーの一種なんだけど、角質ケアはもちろん肌の油水分バランスを調節してくれるの。実はね、クレオパトラが肌の美しさを維持するためにラクティックアシッドが含まれた牛乳でよく入浴をしてたという話も伝えられているらしいの。油水分バランスだけでなく保湿効果だったり頭皮改善にも役立つので、角質ケアってなると肌が突っ張りそうって思う方もいるかもしれないんですけど、全くそんなことない。こちらがね、綺麗になった毛穴に複合果実エキスの栄養を供給するから肌もねしっとりとするの。あとは肌を弱酸性の健康なお肌に導いてくれます。女優さんが独自の洗顔法を紹介するほど、洗顔の方法だけで本当にお肌って変わるから、ぜひ皆さんも使ってみてほしい。次にですね、私の視聴者さんは40から50代の方が多いんですが、そのぐらいの年齢層の方ってちょっと軽めのテクスチャーよりかはほっくりとした濃厚なテクスチャーがお好みの方が多いじゃないですか。あとはね、シワとか弾力が落ちてきたって感じる方も多いと思うんですね。そんな方におすすめなトナーがこちら、ブライドバイタルトリートメント8ナリシングビーンズです。で、今日紹介するものね、全然減ってないんですけれども、勘違いしないように言っておきますと、今日紹介するアイテムは韓国のお家にもあって日本のお家にもあるんですね。で、テストをちょっと韓国の方で全部して、撮影のために新しい商品を日本の方に持ってきたので、ちょっとね全然減ってないんですけれども、実際はね今日紹介するために半分ぐらいは使っているので安心してください。ちゃんと皆さんに紹介する前にちゃんとテストはしているので、全然減ってないじゃんとか心配しないでくださいね。これがねトナーインエッセンスなんですけど、トナーでもあり美容液でもあるアイテムなのね。なんと黒豆、大豆、小豆、キャロブ豆、緑豆、ピーマッツ、インゲン豆、レンズ豆や8種類の豆エキスがもりもりでこの中に入っていて、それも 80% 以上配合なので、豆にはねいろいろな美容効果の成分があって、その一つがタンパク質。皮膚を作る成分のうち最も大きな割合を占めているのがタンパク質なのね。つまりタンパク質はお肌を作る材料になります。で、そのタンパク質が不足すると張りだったりツヤがなくなって、肌の新陳代謝も悪くなるから、お肌のターンオーバー、生まれ変わりができず、古い角質も積もったままになるの。つまりツヤや弾力もなくなり、ゴワゴワとした肌になってしまうのね。で、2つ目がイソフラボン。イソフラボンは美肌のホルモンと呼ばれていて、女性ホルモンであるエストロゲンを補う効果があると言われているのね。で、そのエストロゲンが正しく分泌されると肌のコラーゲン量が増えて、ヒアルロン酸を肌に留めておけるようになるから、肌の滑らかさ、
潤い、張り、弾力、美白や保湿などを保つことができるの。だから豆成分には美容効果がたっぷりだから、ちょうど年齢を感じてきたお肌にすごくぴったりなので、このたっぷりな豆成分にさらにアデノシン、ペプチド、オート麦も配合で、肌の奥の隙間をしっかりと埋めて弾力やシワ改善に役立ってくれるのね。さらには120時間発酵させたオリーブ、アルガンカーネルオイルを配合。これがね、肌への吸収力が高くて保湿力をアップして肌にツヤを出してから潤いのあるお肌に仕上げてくれるの。とろみあるんだけどベタつきはなくて肌がふっくらツヤ感のあるお肌になるから、ぜひ年齢肌で悩んでいる方には使ってほしい。で、今のこの夏の暑い時期に使ってもトロトロしたテクスチャーではあるんですけれども、ベタベタしすぎる感じとかは全くないので、私はね、今の時期でも全然使えるなって思いました。で、次に合わせて使ってほしいのがこちら、ブライドプレストセラムツンドラチャーガです。このクリームも大好き。アメリカのテレビ番組 ABC シャークタンクっていうビジネスリアリティ番組があるんだけどね、その番組がビジネスプランを持った挑戦者に身銭を切って投資する現金投資バラエティで、で、その番組でこの商品が億万長者に投資成功したアイテムなの。さらにはアメリカ1位のテレビショッピング QBC では15分で完売を記録。韓国で有名な美容 YouTuber のディレクターパイさんもおすすめの優しい化粧品2019年保湿美容液部門にも選定されたアイテムになります。で、これがね、使えば納得の良さで、セラムより深い栄養感とクリームより高い吸収力の高栄養圧縮セラムなの。だからなんか美容液クリームみたいな感じ。見た目は普通にクリーム。ツンドラチャーガとベルベットヤム、ゴールドアプリコット、アイスプラントなど世界の長寿地域で見つけた天然原料の高濃縮栄養を詰め込んだセラムになります。なんかキャラメルプリンみたいなテクスチャーで、保湿力も何より抜群だし、肌がね、もっちりとしてから張りのあるとしたね、お肌になるの。だからシワや弾力で悩んでいる方、ぜひね、この2つはセットで使ってほしいです。じゃあ最後にですね、ツヤ肌代表の私が最近使っているキープ力の高いツヤ肌メイクが簡単に作れるメイクアイテムをね、ご紹介したいんですけれども、じゃーん、それがこの2つになります。ブライドインビトゥインメイクアッププレップエッセンス、ブライドインビトゥイングロープライミングクリームです。で、こちらですね、使い方なんですが、いつも通り普通に洗顔をしていただいて、トナーを塗っていただいて、クリームを使うじゃないですか。ここまではいつものスキンケアをしてください。そしたら日焼け止めを塗っていただいて、その後にですね、こちらのエッセンスをベースメイク前に肌のキメに沿って顔全体を包み込むように塗ってください。気になる部位はレイヤリングして OK です。目元にも一滴だけ出して塗るとアイシャドウの発色とかキープ力がアップします。で、そしたらね、唇にも一滴塗ってあげてください。そうすると縦じわが消えてからリップの発色もね、アップします。なんかその普通のリップクリームとかだとちょっとさ、こうベタベタする感じがあったりするじゃないですか。これはセラムだからそういうベタつきとかもなくって、さっとね、唇に吸収してくれて乾燥とかシワの予防にもなるし、発色も良くなるからね、こうベース感覚的な感じで塗っていただければ大丈夫です。で、このエッセンスがですね、メイクアップの密着力と持続力を高めるだけでなくって、化粧のりもアップするのね。アンプファイルフィルムっていう技術で、同時に薄いフィルムコーティング膜を形成して、メイクアップの発色と持続力を高めるのと、さらにはクレンジング時にメイクも落としやすくなる不思議なエッセンスなの。あと、これはね、他の動画でも言ったんですけど、私って基本的に化粧直ししないからどれだけ崩れないメイクを作るかをすごい研究してるんですよ。で、そこでね、やっぱりその化粧崩れっていうのは、肌が乾燥してても油分が多くてもメイクが崩れる原因になるのね。これがまさに毛穴の奥深くに水分と栄養を満たして油水分のバランスを取ってくれるから化粧が崩れにくくなるんですよ。それ以外にも美白やシワにもアプローチしてくれるセラムなので、これを塗ったらこのグロープライミングクリームを使ってください。これがね、プライマー、つまり下地機能があるモイスチャライザーなのね。適量を取ってから肌のキメに沿って顔全体に塗れば OK です。で、これを使う前にすでに保湿クリームとか塗ってるじゃないですか。なので、私はこうツヤを出したいところにメインで乗せて、それを薄く伸ばしている感じ。だからツヤを出す部分っていうのは、頬のこの一番高くあるべきこの部分と、顎とか、あと額の部分ですね、
を中央に点々点々って乗せてから、で余ったのを外側に伸ばしていくっていう感じ。で、これが本当に不思議なんだけど、塗るとね、すぐ太陽に反応して、ピンク、ホワイト、パープルなど、角度によってオーロラのように輝いてくれるの。なんかツヤツヤツヤンってね、本当に塗ったところだけオーロラ発色してくれるのね。でそのクリームなんだけど、こうテカってるようなツヤっていうのは全くなくって、パール系の高級感のある本当にオーロラのように発光してくれるツヤをね演出してくれるの。例えばパウダーのハイライターとかだと粉飛びするけど、これはクリームだからそういう心配もない。あとは素早く水分補給もしてくれて、水分を逃さないようにするから、化粧のりのいいお肌に整えてくれるの。あとはプライミング効果っていうのもあって、これもメイクアップの発色に役立ってくれるのね。でこれまで塗ったらいつも通りファンデーションを塗っていただければ OK です。で私ね、これ初めて使った時びっくりしたんだけど、すごいメイクのりが良くなるの。ファンデーションがいつもよりよく肌に馴染んでくれる感じがあったので、このセラムもまぶたの上とか唇に塗るじゃない、発色が良くなるとは読んでたけど、なんかちょっと大丈夫かなみたいな不安がありながら塗って使ってみたのね。そしたら本当になんかアイシャドウとかも塗りやすいし、全く崩れる感じがしないし、色も長持ちしてくれる。で唇もなんかリップクリームとか塗ってあると、なんかちょっとさ、その上から普通のリップスティックとか塗るとなんかよれる感じっていうか、浮く感じがちょっとあったりするんだけど、これはすぐさって吸収してくれるから、これを塗った後のリップの塗りやすさもあったし、あとはやっぱその唇のシワとかもちゃんとアプローチしてくれるから、この2つは本当にこう綺麗なメイクを作りたい方には本当に使ってほしい。なんか面白いぐらい、なんかすごいメイク綺麗に塗るんだけどみたいな。さらには崩れないし、上品なツヤ感のある綺麗なねベースメイクが完成するの。今日もねこれ使ってるんだけど、全然ギタギタしてる感じないでしょ。こう上品なツヤ感っていう感じだから、これをねぜひセットで使ってみてほしい。はい、ということでですね、今韓国だけでなく海外でも人気なブライトのアイテム、一回使えばね良さがわかるアイテムなので、ぜひね皆様に試していただきたいんですが、ちょうど7月1日から Q10 ではメガポが始まります。でいい商品はね、なるべく内視聴者様には少しでもお得に試していただきたく、ブライトのブランド担当者さんにお願いをして、内視聴者様に特別に 5% オフクーポンをご用意しました。パスワードのコードは 9beauty です。必ずダウンロードをして使っていただきたいのと、こちらのクーポンはメガポ期間中の7月1日から7月8日までの期間限定になります。ぜひこのお得な機会にね、今超ホットなアイテムを試してみてください。購入先や詳しい内容はすべて概要欄やコメント欄に記載しておきますので、そちらからチェックチェックお願いします。今年中にチャンネル登録者5万人を目標としております。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタン、インスタもフォローフォローお願いします。クローン、ウリンターメマンだよ。あんにょー。